なんかのライブのね、動画の多分撮影可能タイムかな。このね、いや、なんか撮影タイム、時々ちょっと撮影タイムのめっちゃ気になるんだけど、でも撮影タイムのめっちゃ気になる。これチャートリの公演だ、めっちゃ見たい、かわいいな。え、めっちゃかわいい、これで動画見よう。メンバーがたくさん食べてたくさん寝てたくさん笑いますようにって優しいな。そうだよな、暗闇っていう曲名だけ発表だったらえってなるよね。確かに曲を聴いても知ってるからあれだけど。え、待って、もうすぐ10時、やばい、やばい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 、おやすみメール送ってないよ。いいね、いいねしてたらこんなに時間経つの。私は何の画像を送ったか送ってないか分からなくなりましたね。待って、
ありがとう。そうだ、もう明日から、明日は2月なんだな。ヨロピク、久しぶりに。よし、送りましたよ。お、自分のツイート出てきた。まだね、まだね、制限来てないです。なるほど。そうなんや。うん。そう、このね、レコード大賞もね、私ね、見ておりました、テレビで。あ、そうなんだ。
48タイムズの高崎彩子の記事読んできたよ。あ、ありがとうございます。そう、高崎彩子の記事。そうなんよ。そうなんです、そうなんです。ね、可愛いよね、衣装。今はいいね企画に参加しております。自分の知らないこともありますね。でもそうだよね、メンバーからいいねもらえる、いいね企画ってすごいよね。自分がもしそうファンでいいねもらえたらめっちゃ嬉しいもんね。そんな企画があったらね、すごいよね。ありがとうございます。モバイルブログの写真、そう、モバイルのねブログを載せたし、あとオフショットも載ってる、桃鉄ツアーの。ありがとう。ありがとう。どういうこと？皆さんもツイート見てるんですね。これなんか違うページ行きそうになるよね。メンバーみんな大好きって今日もカラオケで歌いました。めっちゃ好きになりました。おお、めっちゃ好きになりましたの一番最後に村だよりって書いてある。ゴゴリバ公園、
そうなんだ。でもトレンドに入ってんのね、 STU。 え、お好み焼きの写真だ、いいな。え、こみちさんが手仕配りしてる動画すごすぎ。こんなみちさん笑顔でティッシュもらったら、大変なことになる。すごいイベント、すごいイベントっていうか、すごい。偶然岡山に行って参加したのがご縁したきっかけ。そうなんだ。一回ね、チラシ配りはね、したことあるんだけど、めっちゃ寒かった。1月にセーラー服で、チラシ配りした。もうずっと震えてた、ガタ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 してた。配信来ました、ありがとう。STU 大好き、 STU 最高って。セーラー服、あの青色のセーラー服があって、それですね。そう、エディオンさんでイベントがあったとき、昇格への道。だんだん目がなんか
焦点が合わなくなってきた。あ、ありがとう、嬉しい。あ、このちょっと明るさを変えよう。ブルーライトが。ありがとう。ブルーライトカットしなきゃ。今しとるやつさ、普通の多分あのやつなんですよね。普通の落としても割れないやつ。これガラスかな？いや、普通のフィルムだ。メール来た。お、ありがとうございます。1月ラストメールでした。ありがとうございます。1月明日から2月なんですけど、2月もよろしくお願いします。2月はキャンキャンルームもあるし、あと表ツアー名古屋あるし、良き月になりそうです。嘘。あとそう、今日メールで言ったことがあるかもしれないしってことですね。キャンキャンはなんか最後ね M だね。なんかもうそう読むのかな。どういうことで、どういうこと。さやの名前が上がってた。なんで。ニューウェイブプロジェクトの公演、なんでなんで。え、尊敬する先輩、本当に私。
嬉しい、ありがとう。配信頑張ってもらえる、あ、配信頑張ってもらえる。配信、配信頑張ってる。楽しんでる。なんかね、うん、私めなんかね、なんだろう、めちゃめちゃ自由にしておるよ。そう、フリーダムすぎて見てくれとるのかな、もしかして配信とか。待って、恥ずかしい、もし見とるんなら私のこの配信はちょっとフリーダムっていうか超自由にしてるから。ああ、そっか、多分見てるね、見てるかもね。ありがとう。見てるか。ヤンさん、お、たこ、走ったらたこおさやかだ。この自分が参加してないやつ。おたまと王の使い手。アイドルに興味なかったけど ST ファンになった。メジャーデビューの日が誕生日って。
なんかすごいご飯がいっぱい。業務スーパーで流れてて、これいい曲だなと思ったら暗闇だった。すごねえ。コングラッシュレーション。待って、全然制限来ないよ。夜ご飯は、あ、食べたよ。尾道ラーメンのインスタントのやつ。3食あったから2食、2食目食べた。そう、この前食べたのはなんだっけな、魚介系のスープで、今日食べたのは醤油ですね。醤油ベースの。味噌ラーメンって北海道のやつかな。はまだ。尾道ね、尾道ラーメンの方がね、ちょっと期限がね、もう早いので。そう、味比べしたいですね。あ、参加ありがとう。ツイート。私がページを間違えたら最新に戻ろうと思います。
私がねこれね何時からだっけ、7時から始まったのかな、この企画。でその頃はね絶賛的にね尾道ラーメンをね作ってましたので。高尾さやかいいねしましたね、待ってる。あ、タイムライン出るんだ、へえ、大変。それは大変だ。大丈夫か？